現在の特許法では、仕事上の発明による特許は社員のものとし、各企業が社内規定によって現金を支払って社員から権利を譲り受けています。特許庁は、今日の有識者会議で、現在の法律よりも訴訟のリスクを減らすため、特許を会社のものに見直す案を提示しました。 また各企業に対して社員への現金支給や昇進などの報奨規定の策定を義務付ける方針です報奨規定については企業と社員との調整や協議を円滑にするためガイドラインを作ります特許庁は次回の有識者会議で特許法の改正案を取りまとめ来年の通常国会に提出する予定です